銀南曲げとは、江戸時代を通して、最も一般的だった男性の髪型を指す。銀南頭とも。また、女性の島田曲げのバリエーションにも、同名のものがある。時代劇など、後世の創作では、銀南曲げが、ジョンまげとも呼ばれるが、本来の、ジョンまげは、髪の少ない老人などが有品層な曲げを指し、形が異なる。酒焼きをそり、タブを作って頭頂部に向けて、 折り返しその先を銀杏の葉のように広げたもの。身分や職業によって言い方に特徴がある。最閣一代女勝行条約の三船と四郎1952年武家の男曲げの特徴は曲げが長く、酒焼きは狭く側頭部の生え際を自然のままに残す。多母はひっつめて質実合健な感じにすること。ただし任務の都合上。 町人に変装することもある、町部行所や町方取締部署に所属するよりき、同心などには町人と同じように灰際をまっすぐに反り落とす者もいて、江戸の三男にふさわしい粋な人物が多かったらしい。野暮の代名詞である朝木浦をはじめ一部の洒落者を除いた武士の多くには大井町が好まれた。曲げ尻と呼ばれる曲げの折り返しの元の部分が、 後頭部より後ろにまっすぐ出っ張っているのが特徴で、町人の銀杏曲げより曲げが長く、曲げ先は頭頂部に触れるくらいでハケ先はほとんど潰れない。中でも、やぼったい田舎の藩主などは、頭頂部より前にのめり出すような、まるでかまぼこをくっつけた状態のふと長い曲げを、これ見よがしに言う者も,もいた。タボは、ぴったりと撫でつけられている。武士ではあるが、 町人の中に詰まって犯罪捜査に従事する不条役人のよりきはもっと町方風の粋な銀乱曲げを言っている。曲げ尻が短く曲げ自体も短くて細い。曲げ先を軽く広げ、酒焼きの広いさっぱりとした細化化化粧銀乱がそれで町人とも武士とも見分けがつきにくい。同じ町中で暮らすにしても、 浪人などは酒焼きをきれいに反らず節約のため五分狩り状態で伸ばしていた。タボにはわずかに膨らみを持たせる。いわゆる江戸っ子は髪型に気を使っていて、いつもきれいに反り上げようと三髪屋に足しげく通ったために三髪屋が社交上になるほどだった。彼らの好みはやはり将銀なんだが、ここでも職業によって微妙に違いが見られる。 商人は、客商売ということもあってか、小さな控えめな曲げを言った。正面からはチラリとしか見えない曲げ先などは、頭から落ちかけているような状態で、曲げ尻もぽっちりとして、短く小さい。一方、その息子の若旦那などは細く優美な、本田曲げを好んで言った。一方、伝望肌の職人は、曲げ尻短く反り上がり、全体にふと短い曲げは先を散らして男っぽく、 ゆい上げる。逆にすっきりした曲げが、好みの職人は細い曲げにして刷け先を一気にちょっと曲げてみたりなどもした。タボは、袋付けといって、舌に膨らませる場合が多かった。六から八歳くらいまでは、少女も、消し坊主だが、これを過ぎると髪の毛を伸ばし始める。十分に伸びてゆいわた、桃荒れやちご曲げをゆわえるようになるまでの間、少女も、銀眼曲げや銀眼崩しを言う。 この髪型の間は眉をそる。現在は祭りで若い女性が紛する場合が多い手こまイは、もともとは芸者の断層に由来。前髪は膨らませず、中央で分けて左右に振り分ける。曲げは非常に太く、ハケ先を非常に太く膨らませる。それ以外は女性的な感じも残してある。ありがとうございます。